ピアニストの反田恭平さんが昨日奈良教育大学を訪れ、講演と演奏を行い、学生らと交流しました。2021年クラシック音楽の世界三大コンクールの一つとされるショパン国際ピアノコンクールで2位となった反田恭平さん、現在若手音楽家の活動の場を広げようと奈良市内に会社を設立し社長を務めています。奈良教育大学と奈良女子大学を運営する奈良国立大学機構では、今年度進路に対する考え方のヒントを提供しようと外部の著名人をアドバイザリーボードメンバーとして招き講演を行っています。昨日は反田さんが奈良教育大学の講堂で学生や教職員、保護者らに音楽を交えた講演を行いました。そして緊張はしないのですかや新天地での生活が不安ですなど卒業を控えた学生からの質問に対し、反田さんは納得するまで練習をしている、音楽が好きだという自信、ポジティブに生きることが大事などとアドバイスをし、学生へエールを送っていました。